ミカエル9世、パレオロゴス、1277年4月17日から1320年10月12日は、東ローマ帝国、パレオロゴス王朝の皇帝。同王朝、第2代皇帝アンドロニコス2世、パレオロゴスの子で、共同皇帝。同、第4代皇帝アンドロニコス3世、パレオロゴスの父。1294年。 父アンドロニコス2世から後継者と目されていたため、共同皇帝に指名された。アンドロニコス2世は後継者対策を万全に期すために、息子を共同皇帝としたのである。この対策は成功であった。しかし、ミカエル9世の子アンドロニコスはングな上、祖父と常に意見が合わず、次第に両者は対立していくようになる。そしてついには、孫のアンドロニコスが、 祖父のアンドロニコスの暗殺を図るまでに至った。さらにアンドロニコスが恋がたきを除こうとして、誤って弟のマヌエルを殺害してしまう事件まで起きた。実の息子が自分の父を殺そうとし、挙句の果てには弟を殺してしまったことにショックを受けた、ミカエル9世は病に倒れ、父に先立って1320年、44歳で病没した。 キリキアアルメニア王国の王レオーン三世の娘、リタと結婚し、以下の子女を設けた。ありがとうございます。